深瀬里香子は日本のフィギュアスケート選手。現在のパートナーは長英中。過去のパートナーは盾の在。埼玉県川越市出身。大東文化大学,大学大学院在学中。血液型は O 型。全日本ジュニア選手権3連覇。西部学園分離小学校、西部学園分離中学校、霞ヶ関高等学校。 大東文化大学外国語学部英語学科を卒業し、現在は同大学、大学院スポーツ、健康科学研究科修士課程に在学中。もともとは岡田節子コーチの下で女子シングル7級を所持し、国内大会に出場をしていた。2014から15シーズン、縦の在とカップルを組み、アイスダンスに転校、同年の全日本ジュニア選手権で優勝する。 2015から16シーズン、日本スケート連盟の強化指定選手に選ばれた。ISU ジュニアグランプリシリーズに参戦し、JGP オーストリア杯で11位となる。全日本ジュニア選手権でも2連覇を達成した。メンターネスルネスクイックトルン・サカズキのジュニアクラスに出場し3位入賞する。初出場となった世界ジュニア選手権では19位となる。翌シーズンでは、 全日本ジュニア選手権3連覇を果たし、当時の世界ジュニア日本人カップル最高順位の13位となる。2017から18シーズンからシニアに転向し、全日本選手権で3位となり、4大陸選手権11位、平ョンチャンオリンピック日本代表補欠となる。しかし二千十八から十九シーズンは、パートナーの縦の在選手の方の怪我による、手術、 長期療養が余儀なくされたため、パートナーを解消し、新たなパートナーを探し、トライアウトを重ねたため、試合への出場はなかった。2019年5月、新たなパートナーとして、中国系カナダ人、上映中選手とカップルを結成、全日本選手権2位、4大陸選手権13位の成績を挙げる。ありがとうございます。